久保さんあのさっきのね懐次の名前なんですけど懐次本名とかで検索したら出てきた名前です <laughs> だからまあ伊藤懐次なんだけどもあのグーグルで検索すると、まあ、それが出てきます懐次本名で, <laughs> で今回はね兵道和正兵道さん兵道さんですね僕兵道さんも好きなんですけどどれいこうかなうんこのねこれね 兵頭さんのあの兵頭さん兵頭会長がなぜその焼き土下座をするようにしたのかするようになったのかっていうこのストーリーがあるんですよ実は兵頭会長っていい,いい人というかねまあ金を貸してたわけですよでだ,だけど金貸してたんだけどそのなんか期日まで持ってこないんですよねでその金を 貸す時は、ね、だからまあ南の帝王にも精通するんですけど金を貸す時はすいませんありがとうございますなんですよで期日まで持ってこなかったで詰めるじゃないですかいや約束なんで破るのと約束破ってるのは向こうなんですよで約束破ってるのは向こうなんだけども取り立てるとあこのクソがみたいな睨まれるというかなんかそういうなんか なんだ体験をしてヤギ土下座をつけたって言うんでセリフが借金における誠意これはもう誰が考えたって一つしかないとすなわち内臓を売ろうと強盗をしでかそうと何をしてもいいから要するに規律まで金を返すことだと <laughs> いやこれねもう本当にね的を得てると僕は思いますね うん本当に要は金を借りたら返すっていうこの,せいその誠意があるとするならば誠意はそこしかないと一択だとうんなんかねまあこれはね、まあ、僕も借金してずっと買えんかこれはね僕はいつも思ってたんだけどもあのまあ久保さんの売り方はね久保さんの売り方はまああれじゃないですか、まあ、別に払う人も払わない人もいるみたいな売り方だと思うんですよ毎金3万円であとは お任せしますみたいな感じだと思うんで僕の場合って分割で取ってるんですよ、ね、一応契約まあ契約書は巻いてないんだけどもやっぱねとんずらする人がいるわけですようーんまあ後追いはしないんですけどとあのだからまあなんだクレジット決済失敗する失敗して決済失敗したんでまたカード決済してくださいって言ってもノーレスなんですよね何人もいるんですよで僕はやっぱその借金をねもう 返してきたわけでしょ大変だったけどでまあそういう風にとんずらする人はまあ、結果出ないですよね。なんかそのまあ、決めたものを守るルールを守っていくっていうまあなんすかねまあそういうこともできないとまあ成功するうまくいくっていうのは難しいんじゃないかなとは思いますね。うん、なんかね僕はこのねなんかすごく思って自分は何でも自分はね 一生懸命その借金返して記事検査通り返して頑張ってるのにお客さんはこうどんどん簡単に裏切るんだろうみたいな <laughs> まあいいんですけどねでもね僕はね借金をねちゃんと返してきたことによってそこにその信用がたまったんで今お金すげえ借りれるようになったんですよねクレジットカードの無料カードを発行しても100万ぐらいもう入るし普通限度額ってね信用がないと30万スタートなんですよ 無料クレジットカードだけど今僕無料のクレジットカードでも100万ぐらいつくんで無料のクレジットカード何枚か合わせたらもうそれだけで500万ぐらいなりましたからねもうだからお金なくても500万分使えるんですよ僕うんだからねあの信用貯めてきたなっていうのはすごく良かったなと思いますねお金がなくてもお金は今借りれるんでそう借りれるしカードも返済あの 限度額高いしうんだまあ借りたら返すただまあすげえシンプルなんですけどね借りたら返す、うん、そのシンプルなことができないんだったらうんまあ成功するのは難しいかもしれないですねうんいってらっしゃい